あれ、ここがね、ここがちょっと引っかかるんですけども。ジーダンです。マスターグレードシナンジュス対ナラティブバージョンの制作、最後のね、パーツになりますけれども、今回は武装のパーツを組んでいきます。で、今こちらにね、切り出してますのが、武装のパーツの、ライフルのパーツ、バズーカのパーツ、そしてシールドのパーツ、ビームサーベルのパーツ、そしてグレネードランチャーのパーツ、計5種類のね、パーツを切り出してるんですけれども、まあ全部切り出してますので、かなりのね、数になってます。それで今からこれらのパーツすべてね、組み立てていこうと思いますので、ちゃっちゃとね、作業の方に入っていこうと思います。それではまずはハイビームライフルから組んでいきます。ハイビームライフル組み立て完了しました。それで、こちらのね、パーツの合わせ目なんですけれども、で、通常ガンプラのね、ビームライフルのパーツは真ん中で、ね、割れてるモナカ割りのパーツで合わせ目がね、ビシッとこう見えてしまうんですけれども、今回はね、この明るいグレーのね、パーツで周りをね、覆い隠してますので、合わせ目がね、ほとんど目立たないんですよね。で、出てきてるね、合わせ目がこう見えてるところとしては、この下側の部分だけですね。ここからずーっとこの下の部分ですね、こちらに合わせ目が出てきてます。で、これはこのグレーのパーツのこのね、部分も真ん中でね、割れてますので、ここにね、合わせ目が出てますね。そして後ろ側は、ここからぐーっとね、この辺がぐーっと合わせ目が出てきてるんですけれども、このあたりもね、あんまりこうね、目立たないんですよね。そしてこちらはね、上から見た状態なんですけれども、上から見ると、合わせ目はね、全く表に出てきてません。で、横から見ると、ここにね、こっからずーっとこう、パーツが分かれてるんですけれども、まあ、ここはね、合わせ目をね、消すようなところじゃなくて、この筋がね、もう元から入ってるものだっていうデザインとしても、成立する場所だと思うので、特にね、まあ、処理をする必要もないですよね。ということで、今回のビームライフル、まあ、ハイビームライフルですけれども、こちらね、素組みでも、合わせ目をね、あまり気にすることなく、組めた、パーツでした。次はバズーカを組み立てます。バズーカのパーツも組み立て完了しました。
で稼働する部分としてはこのね方針の部分ですね、ここはガッとね、伸びます。伸びて、さらにこの持ち手の部分もね、もちろん動きますけれども、あとこの後ろのね、弾丸の部分ですね、ここはグッと開いて、弾丸をね補充してまたガチャコンという感じですね、こんな、感じになりました。続いてはシールドを組み立てます。シールドの組み立て完了しました。続いてはビームサーベルなんですけれども、ビームサーベルは持ち手の部分をね、組み立てるだけなので、一瞬でね終わると思います。組み立て完了しました。そして最後グレネードランチャーを組み立てます。これで組み立て完了です。ということで全ての武装の組み立てが完了しました。そして、パーツが一つ余りました。ということで全ての武装の組み立てが完了しました。それで今回組み立てて終わりというわけではなくて、武装のパーツね一部合体させることができます。で早速ねやってみるんですけれども、まずはねこのハイビームライフルですね、こちらのこの部分にね、パーツをねこう追加することができます。あれここがねここがちょっと引っかかるんですけども、これ間違ってはないんですよね、間違ってはないんですけれども、開けて差し込むんですけれども、これ開けすぎたらダメなんですよね。このくらいでこう奥に入れつつこう入れる感じなんですよね。こう引っかからないようにグッとちょっと下に入れつつグッと差し込んで、よいしょ、よし、これでピタッと閉まって、これで合体完了です。そして今度はこちらのねシールドのパーツとグレネードランチャーをね、合体します。で、このね下の部分ですね、こちらにグレネードランチャーをガチャコンとね入れることができますので、こんな感じですね。これで OK ですね。これでねこうシールドを装備した状態でも攻撃がね、できちゃうということになりますね。そしてこのねシールドに接続したこのグレネードランチャーなんですけれども、こちらを、先ほどのハイビームライフルですね、バズーカをね、接続したこちらの部分にグレネードランチャーを差し込むこともね、できますね。この下の部分にね、バズーカと同じように差し込みまして、よいしょ、よいしょ、でまた閉じると。あ、これもねここ引っかかるんですよね。これ引っかかるので、説明書見るとねここに差し込むような感じになってるんですよね。ここに入れる、こうでいいのかな、こう入れて、でガチャコン、もうちょっと入れないといけないのかな。あ、もうちょっとグッと入れて、でガチャコンと、よし、よし、OK。これで、接続できました。ぴったりね、閉じてますので、ここね、ちょっと手こずりますけれども、これで、合体完了です。で、このシナンジュスタイルのね、武装のパーツは、普通にね、単純に組み立てるだけではなくて、組み立てた後もね、いろいろ形を変えて楽しめるっていうところがね、非常にいいですよね。
で、一応ね全部、パーツの方ですね、これまでの動画で、このシナジスタインナラティブバージョンの全てのね、パーツの組み立てが完了しましたので、こちらもねこうちょっと装備させてね、ポーズ等も撮ってみたいんですが、そちらの様子はね、また次の動画で、お伝えできればなと、思います。で今回ね、このハイビームライフルですね、合わせ目が目立たないこのライフルが僕ね結構お気に入りなんですよね。でスタイル的にもこのね、グレネードランチャーをつけた状態ですね。でバズーカをつけてもねこう重量感が増してかなりかっこいいんですけれども、ちょっとね、まあ、武器として、持たせた時にね、このなんか武器のボリュームがね、でかすぎるかなというところもね、まあ、僕個人的にはね、そういうふうに思うので、こっちの方がね、ちょっとシャープな感じもあり、そこそこね、このグレネードランチャーのおかげで重量感もありっていうところで、なんかね、バランスがいいのかなというふうに思ってます。あとね、このシールドのパーツ、僕ね、これ非常にね、今回気に入ってるんですけれども、このパーツのね、この中の部分ですね、ここ、後ろ側からね、こう差し込んだこのパーツのがね、こうチラッと見えてるんですけども、ここの中の部分のね、こう、造形というかね、デザインもしっかり、されてまして、見えますかね、こんな感じに、こう、線がね、横線がザーッと今入ってるの分かると思うんですけれども、こんな感じにね、しっかりとね、パーツがデザインされてるんですよね。で、影になるとね、あまり見えなくなってしまうところなんですが、こういう細かい造形がね、こう、はっきりとね、刻まれてるっていうところも100分の1スケールのクオリティね、マスターグレードのクオリティというところで、まあ、作ってもね、まあ、かなりこうお得感を感じるというか、いいなと思いながらね、組み立てることができますね。で、あと、まあ、ちょっとね、今回はね、塗装して作るので、まあ、頭を悩ませてるところがあったりはするんですけれども、ここにね、ジオンのマークのね、まあ、シールを貼ることになるんですよね。で、これがね、ペタッと貼るタイプのね、マーキングシールなんですよ。このシールなんですよね。このシールの、ここの部分ですね。このシールの、まあ、こちらか、この二つか、どちらかをね、選んで貼ることにはなるんですが、これがね、やっぱマーキングシールなので、どうしてもね、こう、凹凸が出ちゃうんですよね。で、デザインもしっかりしてるので、まあ、貼ったら貼ったでね、かっこよくはなるんですけれども、まあ、どうしてもね、まあ、シール貼りましたというようなね、感じになってしまって、せっかくね、塗装してね、作ってるのに、なんとなくね、こう、ちょっとね、まあ、シール感が出るというか、若干のね、こう、おもちゃ感がね、出てしまったりね、するのかなというふうに思ってて、まあ、塗装してね、作るので、それにちょっとした、その、モビルスーツですね。ガンダムとしての、ガンダムという作品の中の、モビルスーツとしてのリアリティをね、塗装でもね、追求しようと思ってるんですけども、そこにね、ちょっとね、シールっていうのがね、このシールタイプのね、マーキングシールの、こう、ペタッと貼るタイプのシールがね、合わなくて、水でね、転写する、デカールがあればよかったんですけども、それがね、なくて、僕もね、あと、使ってないデカールとかね、ごそごそ探して、なんか、このタイプのね、ジョンのマークがあればなとか思ってね、探したんですけども、そういったのもね、見つからなかったので、まあ、ここをね、まあ、どうするかっていうのがね、悩みのね、一つなんですが、まあ、ちょっとだけね、ちょっとだけというか、一つね、方法は、思いついてはいるので、今、これとね、同じタイミングで作ってる HG ですね、144分の1スケールの方で、その方法をね、ちょっと試してみて、それがうまくいったら、このマスターグレードの方でもね、同じ方法を採用して、このジオンのね、このマークを再現してみようかなと思ってます。